はいどうも、今日はですねこちらドンと前回紹介したデュエルナイツの紹介でございます。本日ね紹介するのは、デュエルナイツ第1弾、2006年6月にね販売された、こちらの食玩でございます。まあこいつをねちょろっと見ていきましょう。でねまあささっと中身を見ていくとですね、これこんな感じで、まあ、まず、その、デュエルナイツの本体ですね。これ未開封だね、しかも。これすごいな。これ未開封っすね。これが、まあ、全5種、あります。こんな感じでね。そんで、しかもこれ、中古ショップで買ったんですけど、これね、まあ、昔持ってた人がすごい大事に持ってたんでしょうね。空箱もついてるんですよ。これこんな感じでね。ああ、そうそうそう。あの、前も言ったけど、こういうね、商法でやってるんですね。全部集めると、これが作れるぞみたいなね。まあ、こういう、まあ、パッケージとかもね、大事なんですよ。この、デュエルナイツっていうのは。うん。で、まあ、横を見てみると、まあ、本体の他にですね、まあ、こういう感じで、まあ、金の特殊なパーツが、まあ、ついてくるよと。各種、まあ、1個ずつですね。まあ、それで、まあ、作れるみたいな、話なんですけど、まあ、こう、空箱もね、ちょっと見つつやっていきましょう。で、まず、1体目ですね。こいつ、ブルーナイト。まあ、伝説のショルダー、まあ、右が入ってるらしいんですけど、まあ、こいつですね。なんだかなー。これなんですけど、開けちゃう未開封だぜ。うわー、これなんか気が引けるけど、まあ、開けちゃいます。開けるね。うわー、開けちゃったまあ、見ていきましょうか。まあ、デュエルナイツにはですね、まあ、その、まあ、特殊パーツ本体の他にですね、まあ、こういう感じでね、まあ、説明書が入ってると。これは、まあ、こういう、あれですよね。まあ、いっぱい集めて、こういうの作ろう、ケンタウルスだったりとか、ブルーイカルスだったりとか、みたいな、こういうのがついてる。んで、まあ、この、ストーリー解説とかも、こう、いっぱい書いてあると。まあ本当にね、すごい面白いですよね。こう、食玩とかの一番いいところって、こういうね、ちょっとしたこう、ストーリーが書いてあって、まあこれをですね、まあ全種類集めると終えるみたいなね、そういう部分が、まあ結構醍醐味だったりします。で、まあまず、ブルーナイトくんかな。こいつを作っていきましょうか。おー、大丈夫かなこれ。怖いわ。もうかれこれ2006年だから18年前でしょ。もうプラスチックがよゆるゆるじゃないかなこれ。大丈夫？なんか腕とか動かすとき今怖かったぜ一瞬まあこんな感じだよね。おいと、はい、まず1体目こうブルーナイトくんっすね。まあいわゆるこう主人公系のやつなのかな。あ、ちょっと待ってね、武器がまだあった。まあ、まずね、武器だけ軽く説明すると、まあ、ブレードと、まあ、シールドだね。これ、シールドすごいね。これ、めちゃめちゃクオリティ高くないか。造形もすごいし、何より塗装がさ、細かすぎん。これ、あれっすからね、このデュエルナイツ、もう一個すごい点に言うと、シールないんですよ。これ、全部、もう塗装で完結されてるから、まあ、あれですよね、本当に、すごい。いいものだと思う。ああ、もうあれだな、結構結構ね、ポロポロ落ちちゃう。よいしょっと。はい、こんな感じだね。はい、ブルーナイトでございます。まあ本当にすごいねこれ。めっちゃかっこよくない？これが当時さ、だいたい1個いくらなの？これ300円ぐらいだからね。すごいな、300円なの本当にこれさ、クオリティが、えぐいね。見れば見るほどもうびっくりするよ。んで、まあその、こいつをね、主軸に一個語ると、まあさっきも言った通り、こういうね、まあ金のショルダーアーマーとか、まあその共有のこのジョイントがついてて、まあ、なんだろうな、最終的に全部集めたら、なんか鎧、金の鎧のね、すごくかっこいいやつができますよ、みたいな説明あったと思うんですけど、これね、ところどころにね、穴開いてて、全部共通ジョイントだから、まあ、いろいろね、こう自分の好きなように組み立てられるわけですよ。それもやっぱ、このデュエルナイツっていうおもちゃの醍醐味だったと思うんですよね。まあ、まずこいつ、ブルーナイトくんですね。まあ、1体目。で、2体目がこいつですね。レッドナイト。まあ結構なんか鎧武者っぽいやつだね。で、ついてるのが、
伝説のプレートアーマー、胸だね。胸当てがついてると。まあさっきのやつよろしくね。これこんな感じで、武器はね、別のパックに入ってるね。あれなのかな？色移りとかしないようにしてるのかな？で、まあこんな金の鎧が、もう今やってるけど、外れるか？本当にポロポロ外れるな、これ。硬っ。これ接着してないよね。未開封だもんね。あ、取れた。ああ、大変だぜ。よいしょ。じゃあ、組み立てていきます。はい、こんな感じですね。レッドナイトでございます。なんだろう。鬼っぽいね。赤鬼モチーフなのかな。まあ、こんな感じですよ。それ、盾とかもね、スパイクがついてて、めっちゃかっこいいね。こいつは結構あれかも。好き。個人的に結構好き。ね、これこんな感じで、いっぱい穴が開いてるでしょ。これ共通のジョイントだからね、本当に組み合わせ無限大ですわ。まあ、ただ、もうこれ見てわかる通りね、もうこれもね、プランプランなのよ。さすがにね、まあ、劣化しちゃうからね、しょうがないんだけどね。で、まあ、伝説のアーマーは胸当てっすね。胸当てもこんな感じ。すごいね。造形細かいんすよ。これね。説明書はこんな感じね。まあ、これ同じようにね、跳ねつけられますよ、みたいな。イカロスモード。で、まあ、ストーリーもね、こんな感じ。これね、ずっとね、キャプチャー2ってね、地続きで繋いでるんですよ。ほいで、よいしょ。3体目っすね。これだ、シルバーナイト。伝説のショルダーアーマー、左が入ってますよって。で、まあ、裏側パッケージだとね、まあ、こいつも一応こう、フルアーマーの形態にはできるよって。まあ、こっちもか。こっちも一応、こんな感じで、まあ、みんなにつけられるんだよね。だから、まあ、共通の、まあ、穴ポッチがついてるよと。まあ、だから好きなやつにね、やってくれって話だから。はい、まあ、それじゃあ、フィギュア本体ね、開けていきましょうか。もうここまで来るとね、躊躇ないっすよ。あ、もったいねえかなって思いながらザッと行くっていうね。で、まあ一応こういう、これも説明書が出てきて。まあこれもね、翼がつけれますよ。ケンタウロスモードをやってくださいねっていう。で、ストーリーはこんな感じ。まあこれね、武器もこんな感じ。これすごいね。これもすごいね。紋章とか翼のこういうのも細かく彫ってあるね。塗装は銀と金のこの2種類だけだけど、まあ、翼のところもね、こういう感じで。すごい綺麗。はい、こちらがね、シルバーナイトでございます。これもね、かっこいいね。まあでも、今気づいたけど、足とか、まあ腕、胸パーツは全部共通っぽいね、これ。これ、さっきのこの、ブルーナイトと、これ見てもらうとわかる通り、もう一緒だね、ほぼほぼ。カラーリングが違って、ヘッドパーツと武器パーツが違うだけで、両方、あれですね、共通のパーツっぽいね。よいしょ、これね、レッドナイトもこれ。これどっちもね、一緒だよね、多分。これ比較してみるとわかるけど。手が震えちゃうよ、ちっちゃくて。まあこんな感じ。まあ、ラスト2体だね。で、こいつが、あれだ、シルバーユニコーン。これね。こいつは、伝説の兜を持ってると。で、まあ、ケンタウロスモードができるよっていう話だね。こっち。で、まあ、これ説明書がこれで、あ、こいつは、あれか、別途でユニコーンモードとペガサスモードがあるよっていう。感じですね。組み替え例で。で、まあ、これ、キャプチャー4か。チャプターか。チャプター4。これね。第4。ストーリー。あ、なるほど。これね、すごくて、これだと人間体らしいんだけど、こうぐるっと回すと、こんな感じで、ね、馬の足になる。後脚になるんだね。わー、これすごいな、これ。こうぐるっと回すだけで。うわー、すごい。ここの角度の付け方で、こういう感じの、まあ、変形ギミックっつうのができてるんだね。これすごいね。こんな感じだね。まあ、その、ちょっとこっちに
持たせるのはね、ちょっとあれなんだけど、もう本当にね、パーツがポロポロ落ちるんだよ。めちゃめちゃ時間かかるわ、これ。まあでも、すごいね。こっちのやつは、まあさっきのこの3体とかと違うところは、やっぱボディとかね、変形用のギミックが揃ってるとこですね。まあこの、脚部も回転させることによって、馬の後脚になったりとか、あららら、こんな感じにね、バラバラ落ちちゃう。でね、腕の部分もこれ、ひずめついてるから、これも、ぐるっと回転させて、まあ、前足になったりとかね、まあ、そんな感じですよ。で、まあ、伝説のパーツはヘッドだね。まあ、こんな感じ。すごいね。やっぱおまけパーツというか、まあ、特別なパーツだけあって、すごい顔の作りはね、すごいね。でもこれ、特に目の部分とか、これすごいな、塗装。大量生産品なはずなんだけどね。なんか、しっかり塗装とかもはみ出さずにやってるから、すごいよな。これね、綺麗。で、まあ、最後。これだね。レッドホーク。ルフィの技かなみたいな。で、まあ、伝説の剣があって、まあ、こいつだよね。まあ、これも後ろケンタウルスモードができるよ、と。長えな、今回。この動画ね、何分ぐらいに収まるかは知らんけどね、もう少なくとももう30分ぐらいは格闘家をしてますからね、これ。長えよ。うん、パーツがさ、ポロポロ落ちちゃうし、ね、作るのすごい大変だからさ、うん、まあ、武器持たしたりとかいろいろしちゃうとね、結構時間かかっちゃう。まあ一応本体完成と、まあ、こんな感じだね。うん、これもあらら、あららら。もうボロボロで。まあでもあれなんだろうな。当時の子たちもこれがストレスで、やっぱ接着とかしちゃったりしてるんだろうな。それでさ、多分接着とかぐちゃぐちゃになって、多分捨てちゃったりとかもする子もいるんだろうけど。まあでもこうやって綺麗な状態に残ってるだけ、まだいいよな。まあこんな感じだね。鳥もかっこいいと。うん。そんでまあ、まあ翼も、こんな感じで、あるよみたいな。なんかあれだね、どことなくカラーリングだけで見たら、あのシードフリーダム的な なんか感じるね、あれ。シードフリーダムっていうか、あの最後に出てきたさ、名前違うかもしれないけど、あれみがすごいな、これ。はい、これがね、まあその完全形態ですよね。武装とかもちゃんとつけてる。あ、これかなり迫力があるね。やっぱ翼が横に広いからすごくいい、かっこいいな。あ、これいいね。まあ、単体で欲しいなら俺これかあれかもユニコーンかも。これいいね。で、まあ、最後ブレードと。ブレードもね、かっこいい。こんな感じ。まあそんじゃあね、まあ最後にね、2個ほど作っていきましょうか。まずは、あれだね。こう伝説の鎧を着た状態のブルーナイトを作ってみましょうか。よいしょ。まあこれ、こんな感じ。伝説の。まあ、鎧ができると。まあ、鎧っていうか伝説戦士だな、これ。ブロリーかなみたいな。ごっついね、これ。すんごいわ。まあ、かっこいいね。このね、やっぱ伝説の鎧そのものの造形が素晴らしいから、めちゃめちゃ見応えがある。そしてね、足もポロリと取れる。まあ、一応、あれだね。巨大なユニコーンのモードとかにもできるけど、まあ、それはちょっと別途だ。ちょっと今できねえや。まあ、あれです。おまけ、ちょっとつけるんで、そっちで見てください。まあ、本編はこれで終了します。まあ、とにかくね、このデュエルナイツシリーズっていうのは、まあ、食玩の中でもすごいクオリティが高くてですね、まあ、今でもね、十分通用するような、造形物ではあるんですけど、もう見ていただいた通り、パーツのポロリがすごいっす。まあ、一応、他の、まあ、こういった別のさ、キャラクターとの、ジョイントの共通部分があるので、まあ、他のやつにね、鎧を着せ替えたりとかもできるっちゃできるんですけど、まあ、遊びの幅が広い分ね、ものすごいこう、安定性に欠けるフィギュアって感じですね。まあ、経年劣化もあるだろうからな。まあ、仕方ないでしょう。まあ、もう、ものすごい僕はね、買ってよかったと思います。まあ、皆さんもね、何かこういう食玩系、懐かしいものとかね、見つけたらね、買ってみるのも一興だと思いますよ。結構ね、俺楽しかったし。そんではまあ、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。また新しく動画出ましたら最後までご視聴していただけると幸いでございます。
それでは、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあちょっとおまけの方でね、ケンタウルスモードはつけるんで、この後時間ありましたらちょろっと見てください。それではまた。はい、おまけですおまけでね、このねケンタウルスモードだけでもねちょろっと作ってみましょうか。こいつからまあここの足ポコと武器も取ると、両腕パーツをプチプチっと。これ太もものパーツどれやねん、どこにあんのこの太もも、本当にわかんねえ、なんなのこれ。頑張る、ちょっと俺頑張る、頑張って作るからさ。それは何なんだよ、この青いパーツはどこなんだよ誰か教えてくれ、俺にこの青いパーツのありか教えてくれこれも編集せずに乗っけちゃろっかいかに俺がね大変なことをしてるかっていうのをね皆さんに伝えますよ。これもうノーカットでお送りするわ